Sami Rabbit Kinderbeeren. Van de Kogge. Sami Rabbit is nu hier. Anders is hij mona. Anne Kogge. Ook kijk ik zo. Ah ja, dat is zo. En ze doet het. Ze is zeggen. Als je het niet ミカチロービートでナイトーテテ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 皆さんこんにちは、ミカチです。今日はですね、この世田谷ものづくり学校、僕の、ミュージシャンの、友人でもあります圭吾くんのライブに来てまいります。ライブに来ております。ちょっと来てください。もうすごいね、学校なんだけど旧校舎を使ってこういうね、ゆっくりとゴースローカフェとかね、やってるわけですよ。で、今日はライブで、食事付き、なんと給食付きです、感想は後ほど、楽しみにしててくださいね。俺さ、こういうなんか無茶してない結構、ちょっとキャラが違くない？ちょっと違くなってきた。こんばんは、ミカツです。ものづくり学校です。こちらです。惑星の数え方、石坂智子、宮里圭吾によるアコースティックデュオ、2011年結成。サンディ・デニーやジュディ・シールといった SSW を彷彿させるような素朴でどこか懐かしいようなメロディーとツインギターで奏でられる軽やかなアンサンブルが独特の世界観を生み出す。小学校、中学校一緒なんですよ。で、中学校の時も一緒のバンドやってた。そう、カントリーグラーズ。カントリーグラーズって、これ今テロップ、カントリーグラーズ。すごいな、田舎場の。やってました。やってた。そこから、卒業してから、ずっと音楽。ずっと音楽。小学校行ってた。
そういう植物です。そういう植物やりながら音楽やりながらアートしてで今は2人でやってるわけです。ギターです。歌わないっけ。僕は今歌ってる、ね、そしてギターボーカルの意味がお名前が素敵なね、声絶対好きで、ここの教室で聴けたっていうのがすっごい貴重、ね、でこの反響がいいんだよ、すごい暖かいです、なんか自然な感じで。じゃあちょっと最後に聞きたいことがあるんですよ、お二人に。それは今日、教室でね、見たの初めてでしょ。で前回ライブも教室っていうか学校のあれでやったでしょ、秋葉原とか千代田、アーツ千代田3331。それも学校、学校を改築したアートコンプレックスです。ギャラリーがいっぱい入ってそうですね、企画としては。あそこは場所を貸して企画を、こっちは持ち込んで。あ、なるほどね。あ、そういうことなの。はい、そうですね。一番聞きたいのはその教室とか、はい、普通のライブハウスと違うじゃん、はい、そのお客さんの距離感とそれで、ね、なんかこう、まあ、音楽今日聴いてもそうなんだけど、なんかこうこだわってることっていうか、あるのかなって。そこらはどうなんですか。あ、そっか。思っていることはないんですけど、昼間にやるっていうのはすごい気持ちがいいライブだなと思ったのと、あと音を出す場所って限られてるじゃないですか、そういうところを考えると、ちょっと開放的な場所だなって思いました。トリコでやるスティックのあれが素晴らしい。そうですね。やっぱライブハウスとかそういうところとは関係なく、いいところでできるような音楽っていう、それこそさ、もうマイクいらなくても届くぐらいのキャパだし、まあそういう方向性というか、何もうちらが企画してるわけじゃないんですよ。企画してくださった方がやっぱり次回は決まってますか。次回は南池袋ミュージックホール。それは学校じゃない。それはライブハウス。ライブハウス、あとの2件、今決まってる2件はね、ライブハウス。ライブハウス、だから方向性は一応いろいろ変わっていくってことね。カフェみたいな。カフェみたいな。今日はね、本当に忙しいところを、急遽のオファーで出演していただきまして、惑星の数え方三木淳のビートでネット。